おはようさん、こんにちは。こんばんは。アラフィフでございます。バイオハザード HD リマスター続きをやっていきたいと思います。これインクリボンを置きたいから、はい、これでいいか。これでいくか。いるか。あ、いるよ。いないとあかんね。できへんな。はい、出て。これね。灯油はもう一滴も残っていない状況。まあまあ、ハーブはまだ置いとく。たくさんあるね。3つあるね。これでここが入れるな。映写室やったか。スライド映写室やったように思う。何かが落ちている。その前に、これスライド、これか。そうか、はい。ネプチューンハンタータイラント。おるじゃんかよ。見覚えのある人間がおる。これは何か意味あんのかな。アンブレラ、生物兵器用、生物兵器広報用資料。ケルベロス、ネプチューン、ハンター、タイラント、研究スタッフ。ん？今のは何じゃ？数字のところが、これは抜け落ちている8462、8462。これ臭いか。8462。お、受け付けたね。これは MO ディスクだね。持ち物的にはどうよ。持っていいものやらどうやらな。MO ディスクはこれで全部いけたよね。ここか。研究所の鍵だ。取らないといけないね。ケネスのフィルムが見れそうだ。はい。おお。音でかい。びっくりした。あっち行け。よせ。ああ、やめろ。ちゃんと狙って撃ちましょう。持ち物チェック。これね、結局はこうじゃね。こんだけ。やな、MO があるのは、どこ、どうしようかね。数が、MO の数が多い。パスコード発見、まあ、ここには、まあ、
回復薬はあるということで、持ちも多すぎてちょっとな、置けるも置いとこうか。とりあえず MO を1個ぐらいにしとこうな。2個は多いやろ。もう今の人 MO なんて知ってるのかね。光磁気ディスクってやつやね。よし、よう会社とかでもね、バックアップ用にね使ったりしたいんやけども、まあ最近はあまりもう見かけへんのちゃうかなと思っちゃう。行きますかね。調べといた方がいい。電気を示すマーク。ここではないと思うでな。こんなとこではないでしょ。あ、これは見たとこやな。ジョン・エイダだな。ええ、間違えた、こっちだね。ここでは、ここでもないのか。インクリボンがある部屋ね。はあ、インクリボンあるだけか。あ、こっちか。あ、これまだやな。ほうほう。ね。パスコードがここにあったわけだね。1個目な。 MO を使ってのパスコードを出したのがここということで、これがね1個だけ1つだけな。あと2つ今、まあ パスコード発見用の MO は2枚ゲットして1枚も手持ちで持っているので、そのパスコード発見のところに行ければ OK なんじゃけどもやな。ここも一応見た。落ちてるな、何かが。マグナムちょっと取れへんし、まだ。嫌やな、これもな、こんなとこな。ちょっと、ちょっと出といて、ここがさっき。お、ちょっと待てよ。あ。ああ、違う、抜けるだけ抜ける。抜けたい。あれ？何やったっけ？
ジョン、ジョン、これを見たかったわけ。H どこや、 H。 あ、そうか。読みたかったんやけど今、文書文書ファイル洋館と研究所やな、これか。 V アクトについて研究員のノートより、ティウリスの変種体がゲノムの器である肉体に変化をもたらすことが明らかになった。このタイプは宿主の意識がなくなり、休眠期に入ると体組織の再構成を行う。その際に細胞を活性化させ、体組織自身の改造をも行うようだ。我々はこれを V アクトと命名。特筆すべきはその筋力とスピードの大幅な上昇にある。一度この状態になった個体は体組織の変化によりより素早い動きを有するようになったりなっているのである。そして何よりその性質は凶暴だ。すでにこれらに餌を与えている際に起きた事故で研究員4人が死亡した。現場はまさに一瞬にして血の海となってしまった。我々はこれをそのあまりの残虐性からこれらをクリムゾンヘッドと名付けた。あー、ゾンビのあんね。このままあれらを放置しておくわけにもいかないが、あの貴重なプロトタイプ、プロトワンだけは処分することを避けなければならない。我々の義務でもある。だが、このあまりに危険なサンプルをどうしたらいいものか。我々はクリムゾンヘッド、プロトワンに冷凍ガスを使い、館裏の墓場の地下室にこれを封じ込めることにした。ああ、リサちゃん？リサちゃんだったわけね、多分ね。ちょっとここまた来なあかんねな。後で回収に行きましょうかね。こっちの方で、セーブ部屋があった場合は、それで回収を行いたい。よっしゃ。これで入れるようになったよね。いるっしょ。錆びついて開かない。おらっしゃらない。いない。いないね。ここがセーブ部屋だったかな。そうやね、お寺ね。ほう、戻ってきたので、ここや、ここ、これだ。嫌な嫌な雰囲気が。ちょっと置いとこうかな、ショットガンは。ちょっと置いといて、物取り行ってくるかな。行きたいもんあるしな。地図、こういう状況ね。で、マグナムの弾、あ、動力室で開くんかな。これ多分動力室やけど、
捨てた。ちょっと待てよ。どこでね、ショットガンを持ちたいけども、ね、先に弾とかを拾っといた方がいいじゃろうと思うので、ね、マグニアムの弾やろ。ここはもうええんかな。物なんもないな。オッケーな。ここももうオッケーやしな。じゃあここはええわ。ちゃうちゃうちゃう。ここオッケーやね。廊下に何かがある？ハーブか何か置いてあるのかな？ハーブか何かならそのままとりあえずは置いとく方が、ああこれは取っとくわ。ストレッチャーみたいなね、手術台というよりストレッチャーみたいな。この前なんで上んところのハーブはもう置いといてもええやろ。スプレーは持っとこうかな。上の方のスプレーちょっと持っとこうか。あそこはもうなかなか行かないやろ。ここな、スプレー取っちゃって、まだ何かがある？まだ何かが。ほう、研究所警備システム資料。1階ヘリポート。ヘリポートの使用は政府関係者および経営幹部に限られる。なお事故発生の際はこの限りではない。B1F、地下1階な、要はな。ヘリコプター搭乗用通路、顧問研究員が警備所長の同行、顧問研究員か警備所長の同行がないものの入室は認められない。未確認の侵入者は直ちに射殺せよ。射殺。はい。エレベーター緊急災害時には機能を停止させる。映像資料室、映像資料室を特権部管轄の下に設置。利用に関する裁量権はキース・アービング室長に委任するものと定める。監禁室嫌なもんやね。監禁室は衛生管理部門が管理する。ウイルスを実験体に投与する場合は顧問研究員 E. スミス、S. ロス、A. ウェスカー、アルバートの同行を必須とすると。36区のドア、すべてのパスコードを解除した者以外の入室を禁ずる。パスコードは各ブロックの研究主任が専用の出力端末でアクセス権限を行使することがで解除できるということで、動力室、燃料にニトロ化合物を使用しているため、本社発見監督官以外の者の入室を禁ず。なお顧問研究員が特別な指示を受けた場合はこの限りではない。研究主任以外の者にアクセス権限を与えることを禁ずる。パスコードね、出力端末、最重要機密、事項として T ウイルス投与による対乱と経過報告について以下判読不能というねまだ何かが。の。まだ何かが。
まだどこかに何、あ、これか。地図な。なるほどね。B1? B2? これ今いるとこね。まだ物がなくなっとらんのか。まずやねんけど、なんか取り漏れてんのかな。ない、取り漏れてるわけでもないと思うんやけどな。デルト変わるか。まだ何かがあるんやけどな。何があんねや。この間に入っとるね。何かあるんかな。取ることにはもう見てもしゃあないな。なあ、これで終わりやな。まあええか、とりあえず行こっか。パスコード発見機もないやろし。でこれ、ここ、これで OK ね。動力室行くにあたっても、今持ってるもんがちょっと多いので、ここはこうですね。こっちかな。ちょっと奥も置いてから、ショットガンは持っといた方、ショットガンじゃん、グレネードランチかな、持っといた方がいいのかな、やっぱりな。ねえ。ねえ、あったかな。ショットガンも一応あるんやな。マグナムはあんねんな。とマグナムの弾がどこぞにあれば一緒にすりゃいいんだけども、ハーブはいっぱいあるね。あとこれやね、一緒にしとこう。最後で使うことになるやろうということでね、とりあえずこれでいった方がええかな。これ一応取っといて
入れとこう。グレネードランチャーな、持っとこかな、持っとこ一応怖いもんな。セーブもしとくか、ついでやな。どこじゃ、これか。あ、ショットガンの弾もあんのか、これ。はい。あとでこの辺も回収したらええか。ここでええかな、次はな。もう、はい。グレネードの弾とかね、あるんだけどね。ショットガンの弾とね。まずは動力室からか。さあ、ここからはちょっと怖いかな。やだね。こっちか、ここやな。動力室。押せるのね。こうか。また弾やんけな、これな。ショットガンかよ、これ。ほいで取ってよかったかしら。とりあえず、まだ物あんのね。お、こっちも、あ、あ、行っちゃったよ。何がおんの。ああ、何がおったんじゃ。リッカー。いや久しぶりに死んじゃった。ロードゲーム。ここ。何がおったんや、見えへんさが分からへん。リッカー臭かったな、今のな。持ち物をちょっとね。ショットガンにしようかな。で、これを置いて、どうしよう、やっぱりショットグレランにしようか。グレランでとりあえずグレランだけでいっか。この辺ちょっと広手置いとこうかな。あ、
竜だ、ああそうや、グレネドラ、グレラのね弾やね。で拾っといて、グレランの玉は銃弾ね。で、整理が大変。ショットガンの玉どこかあったかな。あれ？ショットガンの弾、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 アサルトショットガンがあんねんな、これな。ここに置いとこうかな、これで OK ね。これでいくか。あ、でもショットガンだったな。アサルトショットガンに持ち帰るか、その方がいいかもしれへんな。そこにショットガンがあったからな、の弾がな。というわけで、だって怖いんだもんね。強かったなあいつな。でこう、これでいいか。で今持ってるのがハンドガンや、ハンドガンやからあいつ対策でショットガンに持ち替えや。よっしゃ、いくか。行くぞ、努力室。これ押して行ける場所が2箇所ある感じなの。こっち行ったらどうなんねん。ああ虫か、はあ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 、怖っ。オッケー、虫やったよね。死んでいる、死んでいる、2発撃ってしまった。怖いです。どう、こっちに来たのはいいけれど開かないのか、ここは。手術室、ここは手術室やな、完全にな。なんかないのか。あ、ここに行くんかい。でこまたなんかあるな。あ、なんもないのか。こちらかな？今出てきよったな。あれ？似たようなとこが多いけど、これは？
バッテリーパック取ってらんねえな。あ、バッテリーパックは取っても大丈夫だよな。ね。パスコード使う。2箇所目。オッケー。やだね、これ押せる。こっちいけない。押さなしゃあない。これは場所は今おる場所は、ちゃうちゃうちゃう、ここにおんのかい。え、これはどこに出ん。ははは、動力室戻ってきたわけ。あれ。こっちは、はは、手術室か。ああ、こっちに来れただけか。こっちは、ああ、こっちもそうか、さっきのとこか。あ、ここに出るの。この辺は、じゃろ？まあ、この二つのところの行き来してるだけか。ひょっとしてな。ここはこれで OK なわけかな。パスコードを発見すればそれだけでいいんかね、ひょっとして。これで OK か。でやね、ここはだいたい OK でクリアやけども、タイプライターとかのところか。あ、そこにまだ物がちょっともあるようやな。パスコード発見がもう一個欲しいところ。やね、ここにまだ、あ、あるある、インクリボンが残ってるのか、これな。オッケーやね。余すことなく全部取るというのもいいんやけどな。まあそこまでせんでもええやろ。はい、ね、今回はここまでのということにね、しておこうかなと思います。次回はこの下の方な、
南の方になるのかようわからへんけども、出てそっちの方に行ってみようかなと思いますね。いやー、大詰めになってきましたね。怖いね久しぶりに一回死んだしね。はい、はい、というわけでございます、どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。